ナイスショー。左足上がり、あ、左上がるじゃないですか、はい、60ヤードなんですけど52で打った方がダメです。これは58ですか。ピンがね、エッジから近いんで、はい、52だと止まらないんですよ。あ、うまいな、ほどけちゃった。何度ですか？56。今の60ですね。60正しい。おはようございます。おはようございます。カッツビゴルジクの浦です。ケンです。中村です。よろしくお願いします。ただおっさんたちのラウンドをただただ取る。完璧。ナイスショー。完璧。ちょっと待って。うまっ。うますぎ。ナイス。ナイスショットすぎるな。ナイスショー。やば、すごい。うわすごい。打球のスピードが全然違うんですよね。打球の、はい、打球スピードすごいっすよ。飛んでいき方がね、なんか全然なんか、うん、俺もここで見たい。俺の見てもどうしようもないです。吹きましないかな。です。ナイス。ちゃんと抑えるとこ抑えながら、うん、よし。ナイス、よく頑張った。ありがとうございます。ナイスショー。素晴らしい。昔のキュンならこれ右の林塗ってた。ね、ありがとうございます。ナイスショー。92ヤード、56度です。フライヤーした？あー、ちょっと大きいけど。ちょいフライヤーしてますね、やっぱり。ね、でも全然 OK です、OK です。キュンさんめちゃくちゃ飛んでますね。ありがとうございます。60ヤード、58。うまい。うまっ。うまい。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。飛ばしてた。96ヤード、56度です。上りだからフックするっつってもそこまでしない。これそんなしない、そんなしない。そこここそこまたがってみる。自分の真ん中からボールがパーンと転がった時にどれぐらい曲がるか見るために、今度この辺でまたがってみる。ああ、そんなに曲がんないよね。もうちょいこっちでね、その辺でね。そう、そうやってライン見る。へえ。距離感が合えば、距離感が合えば、合えば、おっきい。オッケー。いや、これオッケーじゃないですか。違う違う。今のパターンはオッケーでございます。下り。下り。いや、合ってんだけど、早いから。あ、全然切れずに。切れない。なるほど。そう、伸びちゃったから早いとそのまま抜けていっちゃうんですよね。だからあのちゃんと弱く打てばちゃんと曲がってくれるんですよ。スライスでしょ。いやー、 OK です。 OK。 おかしい。ちゃんと振ります。オッケー。ピッチャーゴロ。スティンガー。
あ、まあ、セカンドライナーですね。セカンドライナー。ああ。悪くないですね。先生のもとに。いいね、いいね。ハーフベーストいくつでしたっけ？ハーフベストは、38なんですよ。うまっ。違う。50の38なんで、なんかすごい。それがベストスコア、はい、5038？ もう70代出るじゃん。すごいこと。プロのアドバイス求めますか？いただきたい。頑張ったら割と打てます。あ、持って6。6。持って6番だとして、6番で何ヤード打てます？170ぐらい。こっから311ですよ。170打っても、7番で160打っても、残り10ヤードしか変わらないですよね。ただナイスショットの確率は 30% 上がると思ってください。ありがとうございます。じゃあ8番の方が。私なら8番。35%。え、先生なら8番。8番2回。なるほど。グリーンまで。はい。311ヤード8番です。いい。はい、ナイス。ダンス。完璧。ナイス。はい、ありがとうございます。ナイスです。ナイスアウト。今のところラフの成功率ほぼ 100% 8番155ヤード。うまいな。見た？届け。うわ、短いですか？ナイス。あーナイス。140です。あ、疲れちゃった。うまい。マジうまい。ありがとうございます。うまい。56度。これってさ、はい。こう、コンって打つのみんな。そうですね、もうそうやって打つしかないですね。当たれ当たれ虫にまで避けられました。いや、しょうがないですね。もうこればっかりはもうこんだけつま先下がりのゴーラフというか、めちゃくちゃラフの長い中でなんで。よし、パーパット、うん、なんだこれ。浦先生、はい、お願いします。はい、何でしょう。はい、僕のイメージだと、うん、その辺、うん、スライスラインで、うんうん、上り、うん、確かにここやっぱクククって曲がりますかね。ここはい、そうですね。あ、そこ入った。ここ入った。構えて。届かないのはちょっと話違います。くっそー。右カップ縁、ちょい外、ちょい外。弱い弱い。おかしい今の。2人ともこのパターがね、ショートパットが入ってないことを説明しましょう。ちょっとフックで読みましたよね。こう曲がるの、こうやって読みました。曲がるライン考えました。2人ともショートしてるじゃないですか、大事なところ。こう曲がること考えてますよ。曲がるの考えます。考えちゃダメなんですよ。ここって決めるじゃないですか、うん、ここに向かってまっすぐのパターを打とうとしないとダメです。直線を打ってください。ここに向かって、ここに構えて、このライン上を通るようにまっすぐ打ってください。それが勝手に曲がるだけなんですよ、うん、それを2人とも曲がるラインをこういう風になぞって打ちに行ってるから、なぞりに行ってるから、こういうショートの仕方をするんです。外れ方として正しいのはここ、例えば狙うじゃないですか、通過するようにパーンと強く打っちゃってください、うん、あとはその強く打ったら越えていくじゃないですか、その分だけ修正していくんですよ、強さを。曲がることは考えてない。直線でしか狙っちゃダメです、パターっていうのは。プロとしてがすごいです、曲がらんす。ほら、 M5 ツアーに合うけど、めっちゃいいな。正直にさ、自分で作ったとか関係ないからさ、それが例えばその時に最高やったとしても、その1週間後にもっといいものが出たら平気で乗り換える人やん。だって想像がつかん、こういうのでいいシャフトを作るドライバーで。
目線さ、こっち、この方向じゃん。この雲のここでしょ。この雲の方向に、そこを見ながら構えていく。頭の中に輪っか作って。オッケー。おいー。完璧。完璧。完璧。やばい。完璧。ありがとうございます。ああ。今で絶対やると思った。あそこはセーフですね。セーフですよ。セーフ。はい。キュンさん飛びましたね。飛んだね。視線っすね。はい。左足上がり、あ、左上がるじゃないですか。はい、60ヤードなんですけど、52で打った方が。ダメです。これは58ですか。ピンがね、エッジから近いんで、はい、52だと止まらないんですよ。ああ。だから飛ばないことを想定して、大きめに打つことです。はい、60度、58度です。はい。惜しい。なら、ね、上りの分届いてないからですね。もっと振る。回してもいいから大きめに。あ、56度ですか。はい。はい。うまいな、ほどけちゃった。何度ですか。56。今の60ですね。60。正しい。60だとベタベタです。52度でそこ越すだけでいい。変に低く打つとかじゃなくて。そうそう。いいと思う。越さないから。うん。だけどね。その分。だから素振りもしてないし。確かに。やばい。確かに。このいいスコアで回ってて、その速度で打つのはもうやばすぎる。見て。それあの人のやつだから。取らない。返して。返して。まっすぐ打つ俺は。早いめっちゃ早いやばい。構えてから打つまでがもうめっちゃくちゃ雑。もし引っ掛けた。見て後ろから見て。いや見てて。どう思います。早って。うん、早いです。もうこれです。マジですか。もっと早いかもしれない。旗から見てるとふざけてるのかなと思うぐらいに早いです。今のより早いです。早い、本当に早いです。これですか。やばいですね。こうって決めるじゃないですか。合わせるじゃないですか。なんでそんなに綺麗に合わせられる前提なんですか。綺麗にヘッド合わせて。でスタンス取って、はい、合ってるかな確認しますよね。このラインかな、このラインかな。今ので僕遅くないですからね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今前半終わりましたね。はい、いや私から言ってっす。あ、手首です、うん。はい、まあでもまあまあ振り回すのはできるかなっていう、ま、中村さんに関しては、はい、正直私個人的にはすごく良くなってるなと思いました。すごいちゃんと狙ってるし、だからそのフェアウェイを狙って打っちゃってるんで、上からこう叩き落とすような打ち方に、前みたいなあーは減ってるけど、こういまいち光るものがないというか、逆に、はい、つまんない男になってるな。ちょっとね、今日は ね今日はね、後半はいきます。いいですか、はい、ちょっとドカンといきましょう。こうドカンとグンとね、はい。雑にやってたのはすごい。最後どれくらい自分が雑だったのかすごいよく俺に言われるだけじゃ分かんないじゃないですか、はい、けどミー君にあんだけ言われたらあマジでそうなんだろうなって。久しぶりにゴルフさせてもらって、はい、なんか自分の中ではちょっと調子良くて、めちゃくちゃいいです。すごい上手、すごい調子に乗ってたんだと思います。めっちゃ調子良くて、はい、めっちゃうまいのにめっちゃもったいない。自分のアドレス向いてる方向に自信持ちすぎ、自分のこれぐらいかなっていう距離感に自信持ちすぎ。もうちょっと自分を疑ってください。それだけ。それ以外はもう何の文句もないです。マジっすか。ないです。僕は正直天ちゃんと中村さん、
で、キングは1個下のランクだなと思って。同じランクでした。マジですか、うん、本当に。本当ですか、うん、雑さ加減的には100切れない人です。え、そんなに、はい。技術的には正直、はい、総合的には中村さん、てんちゃんよりワンチャンいけんじゃないのかっていうぐらいの技術はあります。本当ですか。マジであります。まあ、てんちゃんが芯食った時は置いといてください。あれも、てんちゃん芯食ったらエグいんで。そうですね。はい。あれやばいです。なんかなんか。はい。てんちゃんは真剣にやってますから。はい。中村さんは真剣に構えてますから、はい、素振りしないだけ、はい、私は素振りはああやってやります、はい、一番ダメじゃないですか。もうアドレスが一番やばいです。悔しがっちゃいけない、あの狙い方で。なんで後半ちょっと本当に大げさに生まれ変わった気分をちょっと見てください、ね、はい、分かりました。言いましたね。頑張ります。いいですね。本当にもう後半雑にやったら、あのキュンの言えない言っちゃいけない秘密を YouTube で言います。ダメです。俺いっぱい持ってるんで。いやいや、やめてください。え、それもやめてください。嫌ですよね。嫌、はい、ですよね。ちゃんとこう言いますよ、うん、俺別に言われても納得ないですから。え、言わない、言わないです。言わないように頑張ります。いやいや、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあお昼も頑張りましょう、はい、ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。各種 SNS 概要欄にございますので、そちらのチェックもぜひお願いいたします。言えたね。ありがとうございます。この距離がいかに短くできるのかっていうので、ヘッド走るかヘッド走らないかに繋がってきます。かやちゃんとか私よりさらに知ってるぐらいです。飛ぶ人はみんなここは近いです。ここが広くなればなるほど距離は出ます。手がまず一つと、これで終わりです。これで捕まった球で距離めちゃくちゃ飛ぶから、頑張って。